ご飯の準備したらいおりも出てきましたね。出てこないかと思ったんですけど、さっぱりっぽいなんで、ランちゃんが送ってる。ランちゃん、はあ、こっち、はい、よいしょ、いった、いった。ちょっと開けてみようか。はい、食べるかな。食べたね、食べたね。うん、うまい、うまい、うまい、食べて。さっぱりめがいいかもですね。これはあれが入ってないんですよね。ちょっとビビちゃんちょっとビビちゃんちょっと場所か。はい、こっちで。よう食べてるな、ゆり。あ、よかったよかった。どこかな。よかった。まあ、ちょっとまだわかんないですけどね。明日ちょっと早めにあげて食べなきゃ先生に連絡しようと思います。あとおう吐もやっぱりするので前のパターンと一緒なんですよね。うん、ちょっとまたお腹のマッサージを夜してあげようと思います。おいしい？4時30分、ちょっと過ぎです。より一応病院連れて行くので、8時に予約ができたので、ちょっと早めに。残らない。行ってきます。はい、どうぞ。嘔吐してなきゃいいんですけどね。で、まあ、水分補給もできてるんで、ああちょっとやっぱり戻してるな。はいよ、ね、お腹空いてるね。お腹空いてんだよね。うん、こうやって、ね、集まってきちゃうんですね。この脱走いやダメっちゃ。はいはい、入ってジャメが来た。おい、ちゃめ、入って。ちゃめ。はい、さっちゃん。はい、ちゃめ。ちゃめさん。こっちを見てないとですね。はい、ちゃめさん、入って。さっちゃん、入って。さっちゃん。チャメ、はい、ちょっと帰れ。はい、キキ、ハチ、はい、入って入って、キキ、はい、ハチ、入って、ベイビー。入り口なんて喧嘩しませんよ。この人たちは喧嘩しないですよね、入り口。ちょっとレインが一番ですね。なんだかもう怖いんですけどね、レインもね。大怖がると面白がって、いやーなんだかいっぱいいるな今日も。
おはようございます。6月13日、今日半回でいいですね。よくわかんない、日付の数え方がわかんないんですけど、小次郎くん半回です。血液検査はまだしてないんですけど、元気、発症もしてません。体重も 4.4 キロですね。元の体重に戻って少し増えた感じで、引き締まってます。外も出てますから、歩けません。下がちょっと歩けませんよ、これ嫌だな。もうよいしょっと、はいはい。こういう人数が多い時は大皿でみんなが食べてくれて非常に助かるんですけどね。よいしょ、OK、はいはい、食べない、じゃあ食べないですよ、もうさ。はい、もうサンボさん、はい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 、ちょっとそこへ固まってちゃった。なんでそこで寝てるわけ、お子さん。なんかちょっとキューちゃんも、キューちゃんなんで寝てるのそこで。よし、痛いよ痛いよ。こうなってこうなっています。で、キッキとゴミはここにおりますが、ちょっと今構っておりません。レイちゃん出して、お部屋戻さないとね。はいはい、おいで。来ないの？来ないの？あれ？来ないの？ランちゃんおいで。ランちゃん。ランちゃん、朝出てきて。よし。これでですね、カメラ消しちゃうんですよね、パピなんか。手ついてて、知らずに回してると。よしよしよし。歩けないんだよ、ちょっと。もうほんと、よいしょ。だいたい猫パピなんかこれ食べ、ほとんど食べないんですよね。うん、ですよね、よくわかんないな。よいしょっと、まだまだ。あんちゃん、なそこでさ、なんでじーっとしてるわけ。この子たちも自分の目の前に出てくるまで待ってんですよね。なんだかもう五郎様ですよね。ちゃん、おこちゃんどこ行ったかな。あら、おこちゃん、クマがいた、クマがいた、クマの隣にこれ置かないと、これ取られちゃうけど。クマ、オッケー、どうかな、特別食。すみません、来ました。はい、コメント聞きです。そうだね、同じものあげてもさ、下で食べないわけ、君は。え？はい、おかわりタイムです。ここでお尻向けてるのも初めてで、ここじゃのお尻を向けて、メンバーのショウ君は今日一緒に寝てたんですけど、出してっていうね、さっき言ってて、まだいずれ戻ってくるんですよ。よっしゃ、イチローさん、イチローさんの子さんな。はい、小次郎くん、寛解おめでとう。多分今日だと思うね。
あんまり、はい、しれっと寛解も日常、ね、何ですか。こちらの FIP に関しては基金の方からお薬を、追加で購入させていただきました。治療薬の最初に出てきたムティアンの場合は、当初出た時は、まあ、お薬代だけで1キログラムあたり1日2800円から3000円を超えてたんです。今ムティアン自体もちょっと下がってきているようですが、ムティアンを使うのかどうかはちょっと僕もちょっと、いや、ムティアンは、1頭だけですね、最初の時使って、あとはちょっと違う系統の薬を、使わせてもらってますが、単価的には、かなり安いです。で、治療は高いんですけど、ティラ結局はもう ほぼお医者さん、都会の獣医さんでも薬代だけでもうほとんどみんな皆さんですね、一生懸命やってなんとか寛解させてあげようということにしてるんですけど、お薬代だけで全然大変なんで、血液検査なんかも神経質なとかですね、気を配るお医者さんは結構、回数しますが、それも、割り引いてって言ったら言葉悪いんですけど、してくれてるはずだと思います。うちは今2回して3回して2万56回行ってないですね。まあ、ここの分も入ってましたので、それくらいですね。で、ムティアンのよりはもう半額以下で、うち半額どころじゃない金額で、小次郎くんの薬は使えております。はい、自覚岩荒れさんですね。ウリと次郎さんが先に来ております。ウリが飛ぶので先にちょっと、よいしょよいしょよいしょ、はい、量少ない分買ったから、ナイ君なんかもわー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 言って顔突っ込んでくるんですけど、そんなカメラを食べ散らかして残すんですよね。このまま食べていい、はい、ランチあるよ、はい、はいはい、こっち、はい、小次郎くん、いってらっしゃい、はい、はい、チロルも行け、はいはい、はいはい、誰これは、ショウくんか、ショウくん、ショウくん、ショウくん、はい、さっちゃんも行きな、ほら、さっちゃん、さっちゃん行っていいよ、はい、ランちゃんも行っといて、朝行かないと、ランちゃん、ほら、はい、行け、マイちゃんそこ邪魔、マイちゃんそこ邪魔、いやもう、よいしょ、はい、はい、食欲出たね、昨日と違うね、よしよし、食べますね、食べてくれるよな、はい、今日からちょっと、ロイカナのムースを外しました。だからこれで食いっぷりが良ければですけどね、まあ、ロコちゃんのためにも外した方がいいことはいいんですけど、
ちの食べやすさにはあのチュールみたいなあのアミノ酸をですねプラスするようにしてあげてます。ちょっと戻ったね。先生とも行こうね。小次郎くんのお礼もあるので、まあ、先生のところに蜂に連れて行こうとは思います。5分ぐらい経ってますけど、食ってますね、ずっと。で、いおりはですね、大人のそばで食べるのが好きですよね。なんか単独で食べるより、大人のそばで。また、いい ?OK。で、こうやって大人のカリカリのところへ来ますので、これはちょっともう外したいと思います。ダメ。よいしょ。なんだよ。昨日は見向きもしなかったですね。ロイカ、ロイカのパッチ少しだけ舐めてもやめたんです。今日はバクバク食ってます。しかも他の連中なんかが人気ですね。少しだけあげたんですけど。出りゃいいんですけどね。もう一日もしかしたら様子見になるかもしれませんね。はい、食べ方大人。はい、出てきた。はい、マック行って、マック、はい、マック行って、はいはい、ここも行って、ここも薬終わったよ。はいはい、行って行って、はい、あちゃん行って、はい、レインいいよ、レイン、レイン、おいで。レインはですね、喧嘩をするので、喧嘩というかね、怖がってピーピーやるんで。はい、マルちゃん出る、マルちゃん出て出て、何やってない、容疑者なんか出ませんよ。ドキさん、こっち、ドキさん、こっち、はい、よいしょ、はい、3本出て。あれ、ミミちゃん、ミミちゃん待ってたよ、今あげるから。ミミちゃんまだ食べてないよ。チラさん、チラさん、あら、チラさん、チラ、あら、いないの。チラ、詰まってんだろ、チラ。はいはいはい、おいでおいで、はいはい、雨で、はい、あ、もう抱っこしとこうか、ん、抱っこしようか、土砂降りやな。はい、さあさあさあ、はいはいはい、はいはいはい、はい、チラさん向かいました。ちょっと雨の時はしんどいですけど、あげといたらもうあと半日大丈夫なんで。あさ、あさ、ちょっと朝のお散歩動画はないですね。よいしょ。はい、おはよう。濡れないかな。よし、どうぞ。より、よく寝てるのね、まだ。うちのは確認できないんですけど、よく寝てるので、で、元気に、元気というか、表情もいいので、ちょっと今日様子見てですね、今日の、また夕方食欲なかったり、麺が出なかったらまた、全然連絡するということで、まあ、どの道先生には連絡をするんですけど、ちょっと今日の病院は、まあ、行くだけで負担になるので、やっぱりですね、で食べてるなら、まあ、それでいいかな。もちろんね、大雨だから出れないね。なのでちょっと今日は時間に良いクッションができました。もう、ここには簡単に乗っかります。で、ヨロちゃんも元気ですね。今日とっても元気。
で、まあ、ゆりさん乗ってくる場所は子猫用のフードしか乗せないようにですね、もう今してますので、ゆりちゃん、ゆりちゃん、ゆりちゃん元気でちか、お花がなんかね、ちょっと痛いよね。間違えてますよ。仮眠しようとしたらこんな感じですね。あとあられが後ろにいます。困ったな。なんちゃなんちゃね、ちょね、朝出たのに。はい、昼んぽです。ちょっと雨小降りになってますね。まあ小雨ですね。今日は蒸し暑くはないですね。まあ、こんな天気だから猫さんは多分ちょっといないと思います。おとその猫さんは今日はお休みですね。アイくんが付き合ってくれるみたいです。後ろからナイくんも来たね。不思議なもんでこうやって出てくると雨がひどくなってきますよね。ああ嫌になっちゃうな。よいしょ。ちょうど怖い本当に。波が落ちましたね。もう、台風の影響ではないですね。画面の中央に、下りの排気の船が入っています。はい、スナックタイムですね。おやつタイムです。まいちゃん食べられる？いいの、まいちゃん。あ、しまった。こっちの音が使わない。使ってないし、使わない。こっち使わない。ちょっと。ないな。まだまだいるんです、実は。お皿を間違えちゃったじゃないですか。正しいお皿作っちゃった。まあ、夕方はこんなはずじゃ済まないと思うんですけど。よいしょ。あと思うなら、ここにいるよね。いるんだ。はい、はい、はい、どうぞ。
まだ1個。待って。どうしよう。あ、今、見ちゃう。見ちゃう。はい、ゆうちゃんと首にしよう。今、立ち食べてるのか。いいよ。場所を変えてみました。はい、ロコタが一番食べやすい場所。で、切ってった。はい、はい。より食力が出てきてますね。まだうんちが確認できないので、それだけなんですけど。プリプリと。食欲が出てきましたね。うんちさえ出ればですよね。これは、ロイカナの、ご支援いただいたロイカナのパウチにですね、ピリネの子猫用の靴の粒を詰めてあります。また、チュールドロボ。隙間なくてですね、大変ですよ。まだな、ロコちゃん大丈夫だ。まあおやつなんで、まあでも子供たちにとってはこれを食べるならこれを晩ご飯にしても全然何の問題もないので、何してんの。はい、大丈夫。いおりの食欲は戻ってますね。あったかな。でも便秘には間違いないですよ。はい、ちょっと長バージョンになりましたけど、これでも今日はこれでトトちゃん取って、タロちゃん取って終わりです。トトちゃんをしのけて食ってますね。まあちょっと乳酸菌がまあいいみたいなんで、乳酸菌を食べました。クマちゃんを仕抜けてますね。なんか大人の食べてるのをなんか食べたがりますよね。クマちゃんじゃないね、ナイちゃんだね。これももう乳酸菌と子猫しか入れてないので大丈夫だと思います。雨だよね。かっこよく決まってるよね。俺の嫁さんはちょっと邪魔するよね。でも薬菌持ちじゃないんだよ。眠いよね。雨だからね。まあ雨じゃなくても眠いんだけどさ。今日かっこよく撮れた。今の使うなよ。失敗だ。
チリンチリンしてます。猫ヤギ、みんな元気で過ごせますように。過ごせますじゃない、過ごします。過ごします、断言してます。今から登ってきます。上も映してみちゃう。無理。出します。とっても綺麗です。